はい、ラットです。今回もトラゲしていくんですけど、まあデッキをこちらのミラーデッキでやろうと思ってます。でまあ前回までがこのスケラでトラゲしたんですけど、やっぱずっと同じデッキ使ってても飽きるんで、僕は結構飽き性なんで、まあ、こちらのミラーデッキをで結構まあ何回か試して、まあ勝率いいってわけじゃないですけど別に悪くもないんで、ただまあウルトラが結構カンストしてるんで、そこが強みかなということでマルチいきます。であと少しでシーズン終わっちゃうんで、それまでにあげたいですね、よろしくと。でまあこちらはどうしますか。とりあえず穴掘り出して、このデッキスペルがトルネウッドのミラーなんで、削っていかないと後々削りきれないっていうのがよくあるんで、そうですね、もう初めから結構攻めきで、しかも回転早いんで、まあミスはどうにかなるんで。でこれ美味しいですね。ああこれコウモリの穴掘り行きたいですけど、ちょっとやんちゃは我慢ですね。初めから攻めに言ったんですけど、でここはとりあえずカード回して、やばいやばい、ちょっと待って、危ない。 OK、 あこの有能が残ると美味しいんですけど、まあ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 、あの振りだけで十分ですね、このダメージは。でとりあえずまあ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 、相手は多分ゴレプリプリのトルネザップで、あとポンプだと思うんで、いや知らないですけどね、しないですけど多分そうだと思うんで、あとトルネード、穴掘りをこっちに出したのは右に出すとトルネードで吸われちゃうんですよね、キングに。なんでここでもう一回穴掘り出して、これはイライラすると思うんです。よしおいしい。でこれ言うのがいけ、オッケー、お前優秀。あーオーケー、まさか、はい、よしということで次に、多分これゴレプリプリのご両親マジでしんどいんで、ワンチャン抑えれないんで、結構もう攻めておきたい感はありますね。っていうかまあ、2個取って1個あげるのが理想っすけど、それも微妙っすね。これやばいですよ。これもう、やばいですよね。とりあえずプリンセスを2体出さないとこのゲーム勝てないんで、このデッキ勝てないんで。いや、これはもう、美味しい。ああちょっと待って。オッケー。えやばくないですかこれ。自分でもびっくりするぐらい、綺麗に守れて。だってこれも穴掘り出して、あとは、これプリンセスミラーしたら4体になるんで。はい、いうのとシーン。いや、美味しいっすね。しかもこれとかも、これ、ゴーレムをトルネで動かして、さらにこのトルネで動かしてあげたり、こんなことしてるだけでも、てかもう遅らせてあげれば間に合わないんで。そうっすね、まあふざけてるようですけど、これは真剣なんで、これトルネードで永遠後ろ下げてればもうゴールも橋渡ってこれないんで、いやー安牌ですね。はい、次で何がしんどいんだろうな。これクロスがやっぱきついのと、58っすね、今季最多。今600位なんで、まだまだ。なんだろう、やっぱクロスと迫撃もしんどいですよ。クロス迫撃、やっぱ置物系がしんどいですね。はい、次ヤシンさん、ヤシン、これ見たことあるっすね。まあ毎回とりあえずすることなかったら穴掘り出して、これアイスペアどっちでもいいですけど、まあ穴掘りの位置ってここしかないんで、結果守られるんですけど、しかも珍しい。ランバーホグスしんどい。これ初め起動したかったですけど結局言えないんで、やだ。こいつがめっちゃ殴るんですよ。あと縦線とインドラが多分入ってるんで、インドラ腐らせれますけど、これ一発、いやー来るのね、来るのねって感じ。これは相手トルネードないんで、わはー、そんなことありますか。やりますね、君やりますね。で、これトルネディ吸ったとこある。やだやだ、え、ちょっと待って。お、そんな2体ともいってくれる。おいしい。そうそう。でもあいつ多分敗北削りとかできるんで、いやーしんどいっすね。それこっからっすよね、問題が。削れないんで、もう一回奥にあの掘りする。ああ、まあまあまあ、あ、これ、はい、おいしい。で、一回プリンミラーでやりたいんですけど、多分そんな余裕もあった。OK。いやだやだ。よし。相性いい感じするんですけどね、これ。なんですかね。お、そこをザップと処理してきますか。これ縦の選手使ってくれたら美味しいんですよね。使わない。使ってきたアイスゴレオ。むずいっすね、なんか。勝てそうだけど勝てない。これマジしんどいやつっす。で、これあと縦の選手来るんで、とりあえず、闇コロコロしといて。あっ、ソーター上げて取った。相手これコウモリ殺せないのくすぐ。そうですね。いや、やば。あー、危ない。いや、これランバーが、くそ暴れるんです。ランバーがというかレイジガス。これは縦の選手からね。ピタッと。相手これ焦ってます。相手焦ってます。おっしゃ！オッケー！オッケー！お前優秀。もう。え？また来る？また来ちゃう。けど、まあまあまあ。やばい。ランバーのランバーがやばい。やばいやばい！いいっすね。これはもう端前に出して。よいしい。うわ、やばい。しゃしゃった。しゃしゃった。しゃしゃったミンツ。やだ、やだ。いや、お前は耐えろ。優秀。でも一回内側。からのプリンセス。あ、はい、じじ。おい。いやー、いいっすね。もうグッドゲーム。2連勝。珍しい。なんか YouTube 撮ってた時の方が圧倒的に勝てますね、なんか。全く勝てなかったのに。すっごい勝率いいっすよ。さあ、ラストいきますか。まあ、意外と相性良さげなのが来てますね。いきます。よし。さあ、お願いしますと。で、まあ、これは、安定の穴掘りか。ポンプ来たらよろしくと。はい。穴掘りっすね。で、あ、Uのワンチャンミラーデッキ、あ、ないっすね。はい。とりあえずこれはアイスピ置いて、コウモリ出して、でもワンチャンやばいんですよね、これが。ザップ耐えたらしんどい。で、これは穴掘り出して、コウモリ一体残ってよ、お前。オッケー。このコウモリやばいんすよ、これが。あ、美味しい。そうっすね。やばい、これを突進で受けたくないんですよね。自分も突進したら圧倒的にこっちの U の残るんで、これはでもどうしたらいいんですかね。もうちょっと早めに U のを出すといい感じになりますよ。 U の突進、プリプリとかの突進なくして自分がダメージ与えるんで、こいつは優秀っすね、今。で、まあ流して基本的にミラーはあんま使わないようにする。あ、これあれっすね、なんちゃら。やばい、シャシャって穴掘り出したけど、やばい。ご了承できる。あー、プリンちゃん。プリンちゃんやばい。まあ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 。一体バーバリアン残るやん。逆サイドのターゲットあったやん。やばい。これはまあ美味しいっす。こうするしかないっす。もう600ダメージなんで、もう構いません。もう構いません。いや、これしんどいっすね。どうしよう。とりあえずプリン出して。もう焦ってますね、僕が。穴張りを出して、1個取られてもいいんで削って、その1個取って引き分けにまでできたら全然十分なんで。そうっすね。でも引き分けにもいけないかも。やだ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 、もうお前強いな、さっきから言うので。これで一発殴るんですよね、これもう。いやーっすねー、こいつ何音するんって感じで、マジで。でも僕もやっぱ調べないといけないんで、これっすね。もう、おお、相手もファイヤーボールと。いやー、しびれますねー。やばい。酔ってはないです。大丈夫です。いやー、もうボーボーっすね。いやー、ワンチャンの1個も取れず GG。 いやー、まあ負けてしまったんですけど、まあこういうこともありますっていう感じですね。はい、そうですね。このデッキ、まあ自作で、まあ使うであればプリンセスの2体作って防衛が理想ですけど、意外とでも使えないこともないですよ。これ使いやすいと思うんで、意外と。はい、プリンセス2体を離れた位置で出してトルネードで吸ってれば結構守れるんで、あの三重視に対してはもう、でも城のキング裏から出されたら、まあトルネードでまとめて、まあウッドか、まあプリンセスのダメージをうまく使いながらって感じでやればいいかなと思います。って感じで今回は終わりですね、っていう感じで。はい、お疲れ様でした。